言葉にできない。でもジュワッ、なんかちょっとバブみみたいな。なんかこう透明感っていう、うん、透明感爆上がります。今日のテーマを何ていうことにしよう。え、そういうところから。そういうところから。え、でも今回その衣装が白の中でもこう君を感じない白、うん、え、どうなんだろう。みのりさんいつも自分メイクするときに、なんか私こういうときって結構青みピンク使うことが多くて、自分なんかクリアな感じにしたいみたいな、うんうんうん、っていう、なんかだから言葉にできない。なんだろう。なんかこう透明感っていう、うんうんうん、でもちょっとシャレみたいな、うん、でもジュワッ、なんかちょっとバブミギャルみたいな、バブミバブミみたいな、うん、か一旦でも私本当に顔が木薄み女だから、うん、いいな、みのりさんみたいにその白くなりたいんだけど、透明系、なんか一回ちょっと透明系にしよう。でもそうすると顔だけ浮いちゃってもなっていう感じの。こっちは結構白いのに。確かに全然違う、全然違う。怖くない。なのかこの凛々しい眉毛を結構明るめにスッと柔らかくするのか、この右側のイメージ写真みたいな結構こう生かしの、あ、そっちの方がおしゃれにはなりそうだけど、すごい強くなりそう、バブみはなくなるっていう。確かに、こっちがいいな。でもなんか目の力強いからバブ柔らかくした方が必要なのか。柔らかい方でもした、うんうんうん、柔らかい方がでも確かにバブみは、うん、かわいい。あ、これさ、最近私がすごいハマってて EMS なんだけど、あったかいのが出るっていう、あとカッサ、温感カッサ。え、普通にカッサみたいにやったらいいってこと？そうそう。え、すごい、この…あ強めでやってるの？私はマックスでやるのが好きなので、え、マックスでやっておりますが、ちょっと私このね、キリキリがちょっと苦手なの。あ、でもこれ強いかも、普通のより強くない？え、待って、マックスやばいんだけど。みんなに言われるマックスやばいとかって言って、でもすごいなんかあったかくて気持ちよくて、確かに。え、これこの速度でもうゆっくり、ちょっとゆっくりめで、あのこういう感じで、あ、そう、目まで？目もいいの？そう、気持ちいい、確かに。しかもパナソニックなんだから、そう、なんかちょっと背中につけて、結構前から持ってるやつだ。私なんかピンってなんかする感じがする。さっき塗ってくれたそのオイルみたいなのもめちゃ溶液みたいなのもピンってさせてくれてる感じがする。あ、混ぜてます。ちっちゃくしてきてるんだ、はい、荷物が多いから。そうでございます。え、でもどちらのどちらの何の、それはナーズのライトリフレクティングファンデーションでございます。あ、すごい、やっぱナーズが一番いいね。あ、そうなんだ。え、なんだよ、好き。え、なんか透明感作るんだよ。くすまない、くすまない、ツヤっとする、ツヤっとするですね。なんかくすみなかったみたいになってる。めっちゃ眉毛綺麗、上手。ちょっと柔らかくなりました。うん、なりました。そんな感じ、仕上がってきた。あ、全然です、全然です。あの、喋りすぎです。すいません。あの、でもあ、これだ、何を撮りました。あ、これだ。最近メイクするときになんかこう、うん、ハマってることとかポイントとかある？なんか最近だとなんかこう整形するようなメイクみたいなのがあるのが多すぎて、みんなが思う美人って結構方向性が似てるから、うん、確かに。なんか今の子たちって本当にみんな可愛い子いっぱいいるけど、うん、個性なくなっちゃうのはもったいないよね、うんうん、あのメイクでもさ、うんうん、
そもそもなんか個性っていうかその子らしさってもっと 出ると良いよね。全てを手に入れてる人、うん、松島菜々子ってことで決定した。最上級。なんかだって自分の仕事も、うん、もう完璧にもう成功してて、うん、何が一番って、うん、旦那反町。やばくない？なんかマジで生まれ変わったら私もう次はなんかアイスランドで。なんで？なんかもう最近ずっと思ってない、うん、なんかアイスランドで観光産業とかしたい。なんか現地でなんか雪かきとかしてなんか。アイライナーあたりから全然カメラに見せるの忘れてた。よし、一気に一気に見せよう。ほんとに今、あー、はーい、三つ取りの確認を。はーい、すごいです、さすがです。黒いとこは消えます。すごい、まつげが下まつげちゃんとね、なんか今すごいのかも、生えてきてるかも。へえ。今あれ最近ね、ビースっていう、うん、あのツバメの巣の、おー、うん、あそこのアイラッシュがあの色素沈着しないでめっちゃ伸びてくるの。あれがなんか最近頑張ってるからそれで伸びたの。え、あれなんかあの飲み物っていうかあれだけはゼリーだけは話したことあるけど、うんうん、私あれすごい好きで定期で買ってるゼリー。今透明感出てますか？出てきてます、引き出されてます。何ですか？出てないですか？出ました、チークです。主役です、今日の。トーンだ、かわいい。何やってくれてる。これが透明感爆上げカラーですか？透明感爆上がります。うん、難しいな、そうやって言われる。嫌だよね。急にね。休みで。どこでやろう。あ、綺麗。韓国？これ韓国。ピカンってなるんだ。その辺で。あとね、今最近ね、唇が薄くなっちゃったの。ああ。あの、矯正のせいで、うんうん。だからちょっとオーバーリップしたいです。しましょう。お願いします。これ、なんか、じゅわ。なんか私の友達が言ってた、なんか、上唇がなんか、なくなってきた。なくなったんですか？皆無になったね。うん。もう全然違う。今まで。だって、リップ、減らない。うん、ええー、嘘。すぐ信じるから私。でも 1.5 ミリぐらい違うんじゃないかぐらい違う気がする。え、上唇も、うん、下唇も、うん、ちっちゃくなっちゃいました。下はここだけが入ってくる。あ、移動したって。なんかそれはわかるかも。え、どういう意味でわかる？え、私もは矯正してるからなんか、うん、唇がなんかおちょぼ口になったの。どんどん、え、なんか私ってこんな口だったっけなっていうのが日々続いてる。なんかおちょぼ口になってきたなみたいな感じは確かに思ったかも。え、でも私下の歯別に何もしてないもんね。ちょっとやってないんだ。でもなんかこれもワイヤー取ったらまた変わってくるのかなとか関係ないかな。ワイヤーのせいじゃない、歯の位置かな。うん、あとさ、もうなんか同時にさ、老化も進んでるじゃん、うん、だから何のせいかわかんない。この色かわいいね。うん、もう残念。
なんで覗き込んだって感じで。なんかここから見たらもうなんかすごい。何？韓国？ジェニってる？ジェニってる。いやもう今だからて本当今はもうサカナクションの山口一郎が一番好きだから。うん、でも確かみのりさん似合うわいう感じの人。嬉しい。なんか洒落てるじゃん。才能あるのに明るいじゃん。明るいよね。わかる。うん。出しますか。いい感じです。どう？いやいいと思う。入れすぎなのがいいしね、うん、この本当めっちゃ気になる、ごめんなさい、もう梅雨でごめんなさい。確かにそうなの、本当もうダメだ、かけないと、やっぱ私ストレート、でも私もなんか料理系好きだけど、そうよね、おしゃれ美容師はみんなそういうのよ、うん、やだ、逆に、ね、なさすぎて羨ましい、美容自身がないから、こうああ直毛系なんだもん、すだれみたいになる。なんかこう確かになんか海外の子とかだとこういうの可愛いだって思える、うんうんうん、自分は嫌だけど着替えたから、はい、そうだね、一回じゃ着替えて、いろいろ完成、かわいい、あとなんかちょっと本当にいつもと違う感じの、うん、いい感じでヘアメイクもみどりさんのね、ツヤツヤらしい、いい感じ、いいです、ありがとうございます、とても素敵です、ありがとうございます、いい感じです、ありがとうございます。